はい、どうも、こんばんは。こんばんは。こんばんはでございます。はい、こんばんは。ご隠居さんいらっしゃい。ドラちゃんいらっしゃい。配信も格差がひどいな。一人が分かった、ビル・ゲイツ。まあ、ビル・ゲイツは入ってるだろうね。ビル・ゲイツっていうかトップじゃないの、ビル・ゲイツは。はい、ワドツ、古代さんいらっしゃい。一人はビル・ゲイツだね。すごいと思うよ。これは、なかなかだよね。ビル・ゲイツ、ウォーレン・バフェット、ジェフ・ベゾス。すごいな。はい、ステアカさんワード2いらっしゃい。はい、ワード2、ドラゴンさんいらっしゃい。なんか音こもってない？音聞こえる？ちゃんとクリアに。なんだろう、音がこもって聞こえるな今日。大丈夫？音こもってない？大丈夫かな。おい、つみちゃん久しぶり。こんばんは。いらっしゃい。質問いいですか？どうぞ。答えたくないものには答えないかもしれないですけど、はい、どうぞ。質問する、発言をするのはいいと思いますよ。全然。喉乾いたな。コーヒー買ってくればよかったな。世界の富とはいくらですか？知りません。はい知りません。どれくらいなんだろうね、世界の富っていうのは。どれくらいなんだろう。知りません。世界に流通してる富の数は多分それ計算するのってめちゃめちゃ難しいと思うよ。よっぽど頭いい人じゃないと無理でしょう。全人口の8人が世界の半分の富を知るということに関してどう思ってるの？ああ、だから、俺は前からずっとこうなるだろうなと思ってて、なんか資本主義ってすごく、あるポイントの時代にはすごくいいシステムなんだけど、資本主義が行き過ぎるとこうなるだろうなっていう感覚。だからまあ難しいよね。やっぱさ、仕事をしたらした分だけ稼ぐっていうのは平等になってるけど、だけど俺は、その富がさらなる格差を生んでるっていうのも、本来はさ、資本主義ってチャンスを平等にしようよっていうためのものだと思うのね。要は貴族階級とか特権階級を一回リセットして民主主義やろうよっていうのとすごくリンクしてると思ってるんだよ。ただまあそうじゃない機能になってるなっていうふうに思う。髪だいぶ前に切りましたね。ロータリーいらっしゃい。ちなみに今週株始めて2000円儲かりました。ビギナーズラック。いつも言うんだけど、株とか FX っていくら儲かったっていうことを言ってもダメなんだよ。利率何パーセントぐらいで儲かったか。例えば元出が1000円なのに2000円になったすんだ。まあ株投資で1000円っていうのはありえないんだけど。例えね。まあ1000円が2000円になったら、つったら倍になったわけよ。運用率で言ったらさ、今週始めたから、週間で 200% になってるわけじゃん。それって、とんでもない数字なのね。だけど、それが100万円で始めて2000円だったら大したことないのよ。だから、元でどれくらいで、要は、
利回りがどれくらいあったのかっていうのが強さだから、金額をいくら儲けたじゃないんだよね。さくらさんいらっしゃい、ワード2。だ経営もそうでしょ。いくら儲かったじゃなくて、いくらの利率があるからこれくらい出資してくださいっていうと銀行が金を貸してくれるっていうわけだから。もちろんね、なんつうの、純粋な売り上げも大事だと思うけど。マキルさんいらっしゃい。なんでかっていうと、これって、その、1億円持ってる人が2000円稼ぐのなんか一瞬なんですよ。だから1000円しか持ってないやつが2000円稼ぐのって大変なんですよ。わかるかな？歌子さんいらっしゃい。でもまあ株始めるのはいいと思うよ。俺は推奨してるっていうか。責任は取れないけどね。株始める人が増えるっていうのはいいことだと思ってる。世界の富とはいくらですかって、あれじゃん、結局そのビル・ゲイツとかトップ8人の資産見ればいいだけじゃないの。それが世界の半分なんだ、かける2すればいいわけじゃん。世界トップ資産、俺頭いいな。世界の富豪ランキングのトップ8人を見ればいいんだよ。それが倍になってるわけだから。ビル・ゲイツの純資産が8兆、4750億円。すげえ !1 億円持っててもすごいのに、8兆4750億円。アマンシオ・オルテガ、7兆5710億円。ウォーレン・バフェット、6兆8700。ちょっと待って、これいくらになるんだ俺頭いいな、で、カルロス・スリムヘル、8兆、5880億円、ジェフ・ベゾス、5兆、5兆、すげえな、5兆1076億円、マーク・ザッカーバーグ、5兆398億円、ラリー・エリソン、4兆9268億円、マイケル・ブルームバーグ、4兆5200億円。超ってすごいよね。だからこれを足した数の倍っていうのが世界で流通してるお金だっていう計算なんだろうね。日本の国家予算、税収が40兆円ぐらい。日本の国家予算それくらいだっけ？税収。元で30万 0.6% くらいでしょうか。結構楽しいです。うわ、めっちゃいいじゃん。いいと思う。元で30だったらいいと思うよ。おはようリンゴさん。日本の、国家予算支出は103兆円。そう考えると国家ってすげえな。要はストックしてある金額だからね、これは。貯金金額っていうことでしょ、個人の。すごいね。まあでも俺思うんだけど、まあ彼らっていうのはお金回してる側だからな、なんとも言えないよな。お金ガンガン流通させてるから。起業家ばっかりだもんね。あんまりこういう話題好きじゃない。変える？話題。やめまする？画面の右側にある絵って、ステンシル、詳細教えて。これですか？これですか？右側、こっちですか？二つ絵があるんですけど。
右と左、右左、右左、多分絵っつったらこの2つしかないと思うんだけど、右か左か、うん、左のやつはですね、これ職場の人が書いてくれて、でプレゼントしてもらったんですけど、あの職場がこれをねすごい安い価格で請け負ってるんですよ。あの今僕が働いてるところ、例えばみんなが写真1枚用意します、でそれをほら結婚式の引き出物っていうか、結婚式のプレゼントとか誕生日プレゼントとか、なんかなんかの祝い品とかにこうみんながこう気に入ってる写真をその人にプレゼントするっていうサービスをやっていて、でこのその人がプライベートで書いたあのものをすごくかっこいいって言ってたの、色彩とかそのすごいこの絵かっこいいって言ってたらプレゼントしてくれた、あげるよっつって、俺が持っててもしょうがないからっつって、ジュジュさんいらっしゃい、原油三国の王族こと最強でしょ、まあそうだよな、強いよな、そんな感じですこれは。はいこんばんは、みゆみゆいらっしゃい、だからまあみんなももしあのえいいじゃんっつって、これアクリルの絵なんだけど、もしこういうクオリティとかでなんかこうプレゼントとか自分の部屋に飾りたい絵があるっていうんだったら、ぜひあの僕の方に問い合わせてください、いくらでこれが作れるかあのお伝えしますので、びっくりするほど安いよ、うん、おすすめです、いい感じだよね、スプレーアートのステンシル、それはアクリル画です、アクリル画、アクリルの絵なんで、あの、デコボコ、凹凸があるんですよ。ちゃんと。一枚一枚、その、絵でアクリル。これくらい近寄るとわかるかな。もちろん、ここ、デコボコしないようなタッチで、フラットなデザインでもできるけど。うん。これ、考える人ですね。うん。絵です。アクリル画です。スプレーアートではないです。あの、キャンパスです。はい。それスプレーだぞ、作者に聞いてみ、スプレーじゃないって、だから会社で書いてるの見てんだから、俺本人が目の前でスプレーじゃないって言ってんじゃん、なんで強弁すんのよ、アクリルだっつってんじゃん、絶対俺の方が知ってるはずなんだからさ、そこでさ突っ張ってもしょうがないじゃん、とだって俺今手元に持ってんだもん、スプレーじゃないんだよこれ、アクリル絵なんだよ、逆にスプレーでこんなデコボコしないでしょ、その人スプレーで絵描けないのも知ってるし、絵にムラないスプレー的な、ないないです、ないです、ないです、っていうかむしろ筆のタッチでわざとデコボコ出してるのとかもあるし、下書きの鉛筆とか見えてるし、絶対にスプレーじゃない、いや筆のラインとかが見えるんだって俺の目からは、そう画面上だと伝わんないかもしれないけど、明らかに筆ですね、だいたい会社のオフィスでさスプレーとか無理があるって、臭くなるもん、うん、いやいや、まあ、謝んなくていいんだけどなんでなんかリスナーさんたまに強弁することあんの、いや俺は知ってるみたいな、 なんで俺より知ってんだよって、なんでそこまで言い切れるんだよっていうのがちょっと面白いんだよ、サンタクロースに見える、バンクシーか。バンクシー。あ、いや、聞いたことありますね。はい。あの、映画が、バンクシーの映画、あれでしょ？なんか、あの、
壁とかに書いてすげえ高くなってるやつよね。あの見たことはないですけど、あんまり関心はない方ですけど、あのバンクシーは名前は知ってますね、はい、現代アートっていうかそんな感じでしょ。落書きだよね要は、うん、はい。ワード2、桜子ちゃんいらっしゃい。バンクシーとかはその絵好きなのかなと思って、バンクシーとかが何、俺の職場にバンクシーいないっすよえ、どういうこと俺の職場にバンクシーいたら大変でしょ、めちゃめちゃ儲かるっつうの。バンクシーの技法がステンシルだから、スプレーでやるやつでしょ、うん、はい、こんばんは。はい、お疲れ。ガチャヒロさんいらっしゃい。どうも、バドです。髪切ったのでも結構前だよ、1、2週間前ぐらいだけど、切ってから結構経つね。放送やってなかったからね最近ね。仕事してません。鮫島さん大丈夫かどうかわかんないよね、俺もね心配だけど。でも俺の予想と違って48時間拘束だと思ってたんですよ。要はまあなんつうの、こんなの裁判にできねえよって言って、もう帰れ帰れって言われると思ってたの、刑務所警察官から。いや、それがね、もう訴える気満々ですね。望みやばいんじゃないのってことは、実刑食らう可能性高いから、起訴になったら。まあ、今、取り調べのために、20日、まあ多分だけど10日拘留か20日拘留で、おそらくだけど20日拘留だと思うのよ。うん。でも拘留は確定だから、取り調べる気満々ですよ、警察は。東北行きますよ、みゆみゆさん。もちろん。ちょっと心配ですね。僕も行きたいんですけど、あの仕事で平日動けないんで、それがちょっと心残りですね。本当はね、先輩に会いに行かないといけないんだけど、まあできることしかできないです、申し訳ない。もしだから亀有の近くのリスナーさんとかいたら、あのね、面会行って状況教えてもらえると嬉しいんだけど、うん、ちょトイレじゃない、ジュース買ってこようかな。飲み物買ってきてもいい？飲み物買ってきていい？5分ぐらい行ってくるわ。何
飲もうかな。ちょっと待って。ああ、そうなんだ。厳重に処罰してくださいって言ったとしたらもう動くよな、そりゃな。被害届取り下げるか。ああ、じゃあ大丈夫かな。あ、被害届取り下げるんだったらじゃあ大丈夫かもね。タイマー、うん、面白おかしく配信してる人がいた。どういうこと？うん、うん、ただいま。26位まで落ちたか。トップ7位だったのにな。マジか。おい KP、 おい、こんにちは、たかやん、いらっしゃい、楽しんでってください。サメ島さんを話題にしてたから、サメ島さんかわいそう。うん、まあでもそういう風にね、人のことをネタにするやつって、あのね、自分の人格、要はね、リスナーさんでバカじゃないのね。あ、こいつってこういうやつなんだって、人のこと話してて、なんだ、ダメじゃんって言って自分の株下げるだけなんだよ。だからそういう人間って、そういう、なんつうの、配信者に似てる人間がフォロワーになるから、だから、よく俺の悪口言ってる人とかもいるんだけど、もうやらすときなよ、つって。
ネタがない、自分のネタがないから人の話題出すことしかできないわけだし、結局ね、フォロワー数とか見ても大したことないんだよ。その自分のファンはいないわけよ。だからね、結局解説枠とかね、人のことをディスってるやつっていうのは大手になれませんよ。そう、一時期俺のことディスってるって有名なやつがいたから、ふわっちに一回覗いてみたので、初見って打っただけでもうブルって何も喋れなくなっちゃって 笑うよね、うん、言いたいことあんだろうなと思ってたけど、そうそうそう、ほっといていいのよ。結局人の話題でしかさ、自分の実力がないっていうのは社会的にも評価されないでしょ、うん、絶対ダメよ。でもね、それは本人気づいてないだけで、あの周りはね、あの見る目ある人ばっかりだから、あ、こいつってこういうやつなんだなと思って評価されません。だから結局鮫島さんのことを話題にしてる時点で鮫島さんより格下なんだよ。そう、配信者の力関係ってそうで、上に行けば行くほどあんまり人の話題やんないでしょ、自分でネタ持ってるから。で、人の名前を出すっていうことはもうその時点で格が決まんの、配信者の中で、うん、だから自分の格を下げてるだけですよ、配信者としてね。だから鮫島さんにそれ言ってもほっとけばーで終わりでしょ俺有名人だからほっとけばーで終わりだよ、ほんとほんと。え、明日雪なんだ。その人を思ってのアドバイスと悪口は違う。そう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 、別に名前出す分にはいいと思ってんの、悪口でも別に構わないと思ってるの俺は。ただその鮫島さんのことを好きな人からしたら気分悪くなるわけじゃん。だからバカだよなっていう、ヘイト集めてもしょうがないじゃん。はい、たくみさんはどつ。そう、ヘイト集めても結局その人が嫌いな人が集まるだけだから何の意味もないよね、何の生産性もないし。はい、にゃんこいらっしゃい。そうそうそう、うん、寒いよね最近ね。ちょいちょい、一昨日ぐらいも雪降ったもんね。一昨日じゃないか、今週雪降ったよね、一瞬だけ。新宿雪降ったよ、5分ぐらいパラパラっと昼間ね。うわ雪だと思った。これがメインのパソコンで、こっち側にモニターがあるから作業中じゃなくてこれで配信やってるんですよ。これをでかいモニターにつないでんの。だからこのパソコンで今配信やってます、はい、作業中ではないよ。だから配信画面ふわっちの画面なんだよねこれ。そうそうそう、俺がだから今ツイッター見ると左側だけ動くとかさ、そういう感じよ。他の配信者とか自分の順位とかいろいろ計算してる。あ、今誰がやってるからどのリスナーが盛りどうだなとかさ。はい、ワードツー、たまこちゃんいらっしゃい。あ、この時間帯はこの配信者が強いなとか、そういうのを見ながら配信やってるかな。
ハブとかの面白いところってさ、稼げば稼ぐほど元手が増えるっていう。元手が増えれば増えるほど、同じ作業をしても増えてくっていうのが、これがすごいんですよ。労働階級だとそれって起こらないのね。働いても働いても、同じ生産量と、その給料って大体相関関係があるじゃん。で、出世しないといけないのよ。時給が上がらないといけないのよ。だけど、資本労働って言うんだけど、そう、お金がお金を生むやつってレバレッジが効くんだよね。YouTube からいらっしゃい、初見さん。鮫島さんどうなるのですか？ですね、面会ができます、今。面会ができるっていうことは、10日交流が確定してると僕は判断してます。間違ってたらごめんなさい。わからないですけど。亀有署に連絡をして、10日交流になりましたと。で、そうですね。おそらく、まあ、これから取り調べが行われてるんですけど、10日間か20日間、その、裁判所の権限で交留されてるので、裁判になるかどうかっていうのは20日後か10日後にわかるって感じです。で、もし裁判になった場合、鮫島さんは前科がつくだけなんですけど、のぞみさんは執行猶予っていうのがあるので、さらに言うと、前犯した罪っていうのが重なって刑務所に行く可能性が高いと。そういう状況ですね、今は。ちょっと心配です。でも噂によるとなんだけど、金梅さんが被害届を取り下げるっていう話をしてるらしいんですよ。そうなると裁判自体がなくなる可能性が高いので、まあ大丈夫かなと思ってますね。まあ金梅さん次第ですね、ぶっちゃけ。もう金梅さん次第です。でも金梅さんあれでしょ、被害届取り下げるっつってんでしょ、うん、それ言ってなかったらごめんね、分かんないから、俺見てないから。噂によるとリスナーさんは、金梅さんは被害届取り下げるわって言ってたよって言ったから、それを元に判断してるだけだから、間違ってたらごめんね。金梅さんが取り下げなかったらこのまま裁判だろうね。まずい飯食ってますよ今。金梅が反省してるのであれば被害届は出さないと、光くんの反省してるのであればか。あ、そう。そうそうそう。だからもう、金梅さんが、もうどうするかの権限持ってるわけよ。うん。だからまあ、株を下げたわけじゃん。金梅さんは今回の件で。まあ、取り下げるのが正しい判断だと思うけど。おい、つかすちゃんいらっしゃい。似合ってたよ、パーカー。ありがとうね。ツイッター上げてくれて。和道パーカーめちゃめちゃ似合ってたじゃん。いいんじゃねえ、あれは。っていうか、あれなんだよな。和道グッズ買うの、ほとんど女性なんだよね。不思議なもんで。あれ？ツイッターがなくなってるな。俺、リツイートしたよな。あれ？消えてる。なんだよ。スカッシャン取り下げた？取り下げたか、非公開にした？非公開設定にするとツイッター消えるんだよな。あ、あるな。あれ？なくなってるな。なんでだろう。リツイートしたよな、俺。あったあった。あ、違うか。写真を上げてくれたのは、美咲ちゃんか。美咲ちゃんだ。鍵を変えるお金を？鍵を変えるね。鍵を変えるお金をサメちゃんが払ってくれるのは取り下げる。あー、どうだろうね、それは。司法取引は日本はできないからね。どうなんだろうね。っていうことは、金梅さんがサメ島さんに面会行くっていうことなんだよ、それって。どうなんだろうね。ニコ生からのリスナーです。彼女と仲睦まじくて羨ましいです。あ、そうなんだ、ありがとう。もしよかったらフォローして。シンクさん。あげてないね。ごめんね、つかつちゃん。
美咲ママと勘違いしたわ。そうそう、つかすちゃんにあげてあげてってお願いしてたんだ。別の人だ。女性が買うんですよね、ワードグッズ。僕は男性の方が売れるかなと思ったら。ヒカルと面会行くって言ってた。あ、じゃあ行くんだろうね。今行ってんじゃないの。あ、警察もね、ふざけんなって言うだろうけどね。遊びじゃねえんだぞ。警察官は鮫島さんに怒るかもしれない。あ、鮫島さんじゃなくて、光くんじゃなくて、金梅さんに怒るかもしれない。最初からじゃあ被害届出すなって。大人だったらね、やるときは徹底的にやらないとダメですよ。法的に喧嘩するときは喧嘩をとことんやんないとダメでしょ。今日男前？そう？風呂上がりです。そんなことないと思うけど。どうでしょう。メガネかけてないだけじゃん。普段メガネかけてるから。変わんないと思うよ。金梅が面会に行ったら警察は金梅の大婚約者ってことになるわな。金梅の大婚約者かどうか、大婚約者の使い方間違えてると思うけど、結局だから何だったのってなるでしょ。警察は取り調べも大変だし、税金で飯食わせるわけだから、遊びでやってんのとはなるでしょ。確実にそれは怒るよな。なんかその被害届を取り下げても逮捕できる罪とそうじゃない罪があるんだけど、今回の不法侵入の場合は多分被害届取り下げたら多分大丈夫だと思うんだよね、うん、多分ね。俺もあんま不法侵入とか詳しいこと分かんないからさ。はい、お疲れ、リオヘイ君、お疲れ。息子と時間が合わなくてなかなか写メが撮れません。近いうちに喋りますからもう少しお待ちを。あ、 T シャツはめっちゃおしゃれ。あ、本当に？あ、よかった、嬉しいね。おたねこさんはどつ、いらっしゃい。いや、だからすぐに出てくると思って2日間拘束されてもう出てくると思ってたんだよ俺も。ただ警察が20日勾留とか10日勾留か入れてるはずだから、出てこなくなったのが確定したの。あと20日間か10日間わかんないけど、それどっちを選ぶかっていうのは、まあ10日勾留で10日後に延長するかどうかっていうのを選ぶんだけど、まあ10日勾留で終わると思うんだよね今回の事件は。でもまあ1週間伸びてるわけじゃん、10日ってことは1週間以上か。大変だよね。
だから面会して面会で喧嘩したら面白いんだ。やっぱ反省してねえわとかになったら、リスナーからしたら何なんだよってなるんじゃないの。金梅さんが難しくなるんだろうね。面会で喧嘩するっていう。どうなんだろうな。まあていうか、なんだろう、なんつうの、ことの発端がさ、鮫島さん圧倒的正しいわけじゃん。何でもネタにするって言うんだったら全部ネタで済ますんだなっていうところが論争なわけじゃん。でそれでなんか警察呼んだわけでしょ。どうなのとは思うよね、うん、汚いとこじゃなくて。被害届取り下げたら金梅の虚偽通報ってことにならないのかな。ならないね。ならないです。虚偽通報ではなくて、あの不法侵入は不法侵入の、そこはみんな冷静に判断してっていうことを言ってて、どんな状況であれ、みんなの家に合鍵を使って勝手に鮫島さんが入ってきたら通報するでしょって。でみんなが通報、あ、鮫島さん反省してんだから取り下げようかって言った時に、お前虚偽通報だって言って逮捕されるわけがないじゃん。虚偽通報っていうのはもうそもそも通報の時点で嘘が含まれてる場合の。だけど今回現行犯逮捕っていうことは、警察がもう間違いなく罪はあったっていう判断をしてるわけよ。だから虚偽通報ではないです。まず金梅もうなちゃんみたいにサメを泳がせた方が面白いのにね。いやだからまあ株下げたんだよね、配信者としてね。示談金払ってもらう話じゃない、ない、話じゃ、え、花、んもらう話じゃ、な、インド。金梅さんなんだ。んどういうこと？取り調べの様子を金梅が話してたけど、のぞみの方がダメージ大きそうで心配。のぞみはだから前科があるから、あの、執行猶予があるから、のぞみはだから、もう実刑食らった瞬間実刑の確率が高い。例えば前何で捕まったか知らないんだけど、例えば1年とか2年とか言われてたら、今回の刑プラス2年とか1年とか加算されて刑務所に行くから。うん。マンションの管理者からも被害届出してなかったっけ？そしたらマンションの管理者が実権を握ってることになるね。だから、金梅さんが被害届取り下げるって言っても、マンションの管理者が取り下げなかったら、まあ現状変わらないっす。執行猶予。示談金？執行猶予？何？執行猶予と示談金って全然あの論点が違うんだけど、ごめんよくわかんないわ。ノンタンの画材は見る人が見れば素晴らしい作品だと思います。まあね、一流大学出てるからね、一流大学院ね。サメさん捕まってますね。結構2、3日前の話ですよこれ。あーもう4日目か、逮捕されたから、うん、マンションの管理者もね、被害届ね。うん、なんかね、日本人ってね、その意外とその身近で逮捕される人って少ないわけじゃん。だからね、結構詳しくなかったりするんだよね。罪と罰の概念とかもよく分かってないんだよ。容疑者とかの意味は分かるでしょ。容疑者って罪確定してないよ。罪人ではないんだよ。それは分かる。大丈夫だよね、その辺は。それくらい分かんなかったらやばいよね。乗れない話に考えるのはやめて、和道さんの顔でも見ながらまったりしよう。もう。いや、全然まあ質問してくれたら答えるけど、知ったかぶるとよく分かんなくなる。知ったかぶる発言には俺うるさいから、ね。おい、知ったかぶったろ、お前。つって。サメは捕まる想定内だと思う。出てきたら金梅はみんなに追い込まれると思う。いや、だからまあ言ってるけど、サメさんが美味しい展開っていうか、サメさんの配信者としての正義感が通った事案だと思ってて、金梅さんは株だだ下げだよね、今。モンタ、頭いいとは違うんだよ。あの、ほら、美大のテストとかだから、試験内容って1時間以内に絵を描けとか、そういう感じらしいよ。まあ、頭は悪くないけどね、モンタ。どこだっけ、モンタ行ったの。多摩美か。多摩美術大学大学院卒業か。うん。あ、そういうことか。うん、まあまあなかなかですよ、うん、トンタはだから
もう芸術ずっとやるべきだよな、本当に、うん、なんか才能がある人って才能を世に出す責任があると思ってるの俺。その考え方ってわかるかな。何か才能を持ってる人間って俺堕落しちゃいけない責任ってあると思ってるの。本当はないんだよ、本当はないよ、本当はないんだけど、うん、俺はあると思ってて、うん、だから俺はノンタンは絵の才能あるべきだから、その才能を社会に還元させる責任があると勝手に思い込んでる。うん、だからその力添えをしたいとは思ってる。考えてるよ。例えばこういうキャンパスとかにいっぱいバーって書いて俺が販売しようかなと。いやそれはないね、うん、それはない、うんうん、留置は暇だかんね。マジでやることないかんね。パソコンのなくて何にもない牢屋にさ、トイレしかない部屋にさ、ずーっと24時間、20日間ぐらい引きこもってろとか言われたら結構苦しいでしょ。で、誰とも連絡取れないっていう。取れるのは弁護士だけっていう。本の差し入れと面会だけだね。で、面会も回数決まってるから、中だと判断しづらいんだよ。例えばリスナーさんとかが行っちゃうと親とかと会えないとかあるから、だから本当は家族とかと打ち合わせてやるんだよ。誰が代表で行くとか、みんな一緒に行くとか、うん、難しいよ。でね、のぞみさんとカズマさんは別の部屋だからね、もちろん共犯なわけだから、共犯っていうか、まあ男と女だから絶対別部屋だわ。一緒に行っても面会時間決まってるから2回に分けた方が、いや違う、回数が決まってんだよ、面会ってできる回数が。例えば先に選んじゃってこの人と面会するって中で決めちゃうっつんじゃん。誰々面会来てるけど行くって言われんので、行くかどうかって、例えば明日来るよって誰かに言われてるのに、その人と会って無駄話したらやばいなっていうタイミングとかあるじゃんでしょ。だからその面会断るっていうのは確かね、回数何回までだか、1日1回だったような気がするけど、うん、だから2回に分けたら本人はその面会、その会いたい人と会えない可能性があるから、だから2回に分けるんじゃなくて、その面会に行く人が話し合ってっていうこと。いや法的のこと詳しいんじゃなくて、あの留置所に3回入ったことがあるから分かるだけ、うん、だからどういう流れでどうなるっていうのは留置所にいたことがあるから分かるって、ただそれだけ。1日2回、え、1日2回に15か30回 ?15 分が2回だっけ。今の法律がどうなってるか分かんねえかな、うん、ちょっとごめん分かんないわ。確か15分だか10分だよね。1回なのかな。はい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 。ラリアリさんこんばんは。いや15分だったと思うよ。で弁護士さんはその時間拘束がないから2時間でも3時間でも喋れるんですよ。弁護士さんはあの何回でも行けるし時間拘束ないの。だから弁護士さんと普通の人1回面接だったと思ったけど、のんちゃんとサメちゃんの言い分が違う場合大丈夫でしょうか。それを警察は取り調べるんですよ。要はどっちが嘘ついてるかとかを見極めるためにバラバラに取り調べるの。要は2人の証言って口裏合わせないようにするんですよ、共犯の場合は。
で、さらに外部の人間が関わってる場合ってあるんですね。要は実行犯ではないけど、絵を描いたやつがいるなっていう判断をした時は接見禁止って言って、面会自体も拒絶させんの。だけど、今回みたいな、例えば暴力沙汰であったりとか、不法侵入とかってそういうパターン少ないじゃん。計画的にやってないなっていう判断をしたら接見禁止がつかない。要は面会できますよってこと。今はね、タバコ自体が吸えない。もうここ数年タバコ自体ダメになりました。それは全国で、そうですね。朝2本吸えたんだけどね。バタフライテールさん、ワドツ。うん、朝方のタバコの時間はなくなりましたね。だからそれ多分ね、結構前の話だと思うよ。日本全国でタバコ吸えなくなってるから。真実を直視してるんですね、ブラザー。おお、どうもいらっしゃい。のんたいらっしゃい。ワドツ、タバコぐらい吸わせてあげてもいいと思うけどね。ただ拘置所に行ったら吸えなかったよね、確か。留置所だけなんだよね。でもさ、留置所ってさ、容疑者なわけじゃん。刑が確定してないのになんでタバコ吸っちゃいけないんだって、倫理的におかしいだろうとは思うけどね。タバコぐらい吸わせてやれよな。取り調べの時も吸えたんだよ、昔は。だからね、警官がよく、わ、タバコでも吸えよっていうシーン、昔のドラマとか出てくるじゃん。ね、カツ丼食うかとか。あれももう全面的に禁止だから、カツ丼なんてもってのほかだけど。ちなみに言うと、フリーメイソンさん、僕、ブラザーではないでしょ。俺、フリーメイソンの会員じゃないんだから。意外と拘置所1年ぐらいしてるし。いやー、ありえないね、今回のパターンだと。それ殺人とか詐欺とか結構重たいやつで否認してる場合だから、うん、はい、ワドツー、ケジャラモンジャラいらっしゃい。ニコ生からのワドとは雰囲気変わるね。なんだろう、落ち着いてきたね。あー、それよく言われるね。うん、なんかファン層もだいぶ変わったね。今なんか、あ、聞きやすいとか言ってくれたりするね。うん、まあなんかノリが違うからね、やっぱサイトは。すごいふわっちいいっすよ。リスナーの質が高い、本当に。俺はやりやすいし、ハマったなーって感じがする。まあニコ生にね、未練がないって言ったら嘘になるけど、うん、このサイトに尽くしたいっすね、僕は。今、そういう気分っす。ドラゴンさんね、そうね。うん、否認してない限り、重要犯罪じゃない限り拘置所1年はありえないと思うんだよな。薬で知り合い1年食らってた。それはね、売人の方だからだね、多分。使用で捕まって否認してる場合だと、でもほら、証拠が取りやすいわけじゃん。だって薬物反応出るわけだから。だから多分売ってて、で売ってないっつって使ってないって強弁したんだと思う。警察の足踏んだ昆布。あ、なるほど。その場合はあります。要はね、中で悪さを重ねるっていうのがあって、刑務官に対して暴力振るったりとかすると、その場で再逮捕っていうのがあるんで、留置所に戻されるんですよ。その場合はあります。ね、それ食らってるやつ何人かいる。うん、中で、要は警官と揉めて、で、公務執行妨害食らって、はい、やり直しって。あります、あります。それはある。うん、それでね、戻ってきたやついるからね。留置所で、あれ、おっちゃん何したのっつったら、あ、ぶん殴っちまったよ、とか言って。あ、もう全然入る気満々じゃん、つって。もういいや、つって。人生諦めたわ、つって。やべえな、こいつ、と思って。牢屋に入るとき、肛門を調べられるようですか？それは健康診断ですか？違います。薬物の持ち込みがないかどうかを調べるんです。薬物とか危険物とか。だから肛門の中を見られるのは、留置所ではなくて、拘置所からですね。
牢屋に入ると警察署だとまあチンコ隠すぐらいだけど全裸にはなりますよ。だ肛門をガッパー見られるのはあの刑務所の刑あのねみんなが思ってる牢屋って3種類あるのね。で簡単に言うと刑務所、もうこれは実刑確定だ、これわかるでしょ刑務所で。牢屋の中に手前に留置所と拘置所ってあるんですよ。で拘置所っていうのは警察署と、刑務所と一緒になってんの。だからよく言われてる朝原将校とかは刑務所にいないんだよ。刑務所の施設の中の拘置所にいるの。なんでかっていうと死刑って特別な制度で殺すのが刑だから、それまでは刑罰を与えるわけにいかないから刑務所の中に入れられないの。だから拘置所って言って人の入れ替わりが激しくて順番待ちしてる人の中に入れるのよ、うん、だから怖いの。拘置所が何が怖いかっていうと足音にすごい敏感で、で独房なのね死刑囚って。だから足音がカッカッカッって大人数で聞こえたらもうねやめろやめろとか叫び出すの。来るな来るなとか、うん、でみんな怯えるのよ。そう大人数、朝方の大人数の足音に怯える、俺の番かっていうので、で泣き叫んだりとかみんな発狂したりとかするんだ。それ結構有名。僕拘置所で医師に切れてロッカー壊して怒られた。警察には同情されたけど。おー、そう朝の見回りとかだと一人で歩いてくるからもう足音でわかるんだよ叫び声と。それがトラウマになって発狂して精神障害とかになる。そうそうそう怖いでしょ。それそうだよね、死ぬ順番がいつ来るのか教えられないから死刑執行っていきなり来るんだよ。だからみんな足音に怯えるんです。死刑囚の拘置所と一般の拘置所違うの、うん、まあ別ですね。なんでかっていうと独房だから、うん、独房だしさそんなん聞かせらんないでしょ。だから死刑囚はその死刑囚で固まってると思うんだよ。だからみんな発狂するって言われてんだけど、まあバラバラにするのが配慮だよね通常の。だから拘置所っていうのは刑じゃないから差し入れが可能なのよ。だから食いたいもん毎日自弁って言ってその取り寄せて買うことができるから。だからそのお金持ってる犯罪者とかだとリッチな生活ができるのよ。もうお菓子食ったりとか漫画の差し入れとかいっぱいあるしっていう。そう、はい、ワード2カエルさんいらっしゃい。拘置所って食べ物ない人ってどうなの？あのね、留置所、拘置所、刑務所っていうのは税金で3食のご飯を食べさせてますから、あの栄養失調になるっていうことはないです。でよく警察署に行くと痩せるっていうけどあれは嘘。大体の人が太るんです。なんでかっていうと運動が極端にできないんですよ。でずっと座ってるでしょ。で日本人の平均的なカロリーと栄養価は完璧にバランス取れたものを食わせるんで、だいたいがっしりして出てくるのが普通で、ブクブクに太ってる人は逆にシュッとして帰ってくるっていう。未決って何ですか？未決って何のことだろう、うん、何だろう未決って、うん、そもそも朝原っていつ死刑になるんだろう。いやまだまだ先ですっていうのも、あのいくつか要素があるんだけど、まず集団犯罪の場合っていうのはあの死刑囚を決定するまでにその人の刑の裏を取らないといけないんですよ。でしょ。だからまず集団犯罪の場合っていうのは全員の刑が確定してから順番に行くって言われてる。で朝原の問題っていうのはもっと深くて、それが通常だからまだまだ先、要は今裁かれてる裁判っていうのが決定しないとまず裁かれないし、朝原は最終的に最後に殺されるっていう風に言われてんの。まあそれはわかるじゃん。で朝原の場合何が問題かっていうと、あそこで殺さないっていう風に言われてるのは聖地化する可能性があるから。要はあの今でもその元オウム真理教の患者じゃない信者っていうのをぐるぐる回って巡礼してるんですよ。でメッカみたいになってるの。要はあそこにご本尊があるみたいな感じだけど、それを殺しちゃった瞬間もその今残ってるアレフの人間が何千人もいるわけだ。それがその動く可能性があるからデリケートだっていう風に言われてる。あだから先に順番を送るのが一番理想形だよね、うん、
そもそも朝原って今、もう、精神錯乱状態で、娘と面会したら娘でオナニー始めちゃったりとか、もう、喋れなくなっちゃって、それ裁判がうやむやになってるから。金も、そうそう、悪いことをした。そう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 、金持ちなんか格差がすごいよ。だから歯ブラシとか最初支給されるものとかあったりとか、石鹸とかあるけど、金持ってないと買えないわけだから、歯ブラシがボロボロだったりとか、壊れたメガネをガムテープで留めてる人とかさ、壊れたもうレンズ外れたのずっとつけてる人とか。ツイッター見たよ。ついにネットとリアルが融合してきたんだね。保護なめんなってパーカー着た人が家に来たらビビるわ。いやー、あれはもう倫理観の欠如だよね。とんでもないよね。未決は有罪も無罪も決まってないこと。ああ、畑中さん、花高さん、そうらしいです。まだ朝原を信じてる人がいるのにびっくり。あのね、ていうかね、オウム真理教事件って結構甘く見られてて、特に若い世代とか知らない人いるけど、俺もし若くて、まあ今の現在だからね、朝原カリスマ持ってたよ。朝原にその陶酔してた人間が未だにいるっていうのをね、甘く見すぎてて。で、ひろゆきがこれ言ったのかどうだかわかんないんだけど、確かひろゆきが言ったんだけど、なんで朝原彰晃をもっと日本は研究しないんだって。あの人おそらく江戸時代だったら大名になってて、間違いなくそのなんつうの、日本のその歴史に残った人だっていうことを言ってて、でアメリカとかすごい研究するんですよ、そういう事件って。だから日本ってそのオウム事件がなぜ起こったのかの研究とかがあんまりされてなくて、そう、朝原が逮捕されなかったら日本どうなってるの？ていうかね、朝原は逮捕されなかったらっていうか、マジでね、あの創価学会ぐらいの力持ってた可能性あると思うよ。あのオウム真理教がそれくらいでかくなってる。要はね、朝原が幼稚なところがあって、カリスマ性はあるんだけど、要はね、本気でね、政治家になれると思ってたのよ、彼は。だから結局毎日毎日囲われて神格化されてるわけだから、世間が見えなくなってるのよ。でしょ。だからね、結局裁判負けたの陰謀だって言い始めて、それで国家を敵対するようになってんだよね。ブルさんお疲れ様です。アドーさんを神と思ってます。切り言い過ぎ。いや、よく言われるのが、若い頃から宗教家としての才能があるって言われてる。ブルさん花火ありがとうございます。いただきました。ありがとうございます。二発目の花火ありがとうございます。ブルさんありがとう。北朝鮮と組んで日本潰そうとしたんだって。そうそうそう。その通りです。オウム全盛期のことを知らないからどれだけすごかったかわかんない。あ、じゃあオウム真理教語る枠やろうか。俺はオウムフリークだから。人より詳しいですよ。あれはね、本当にね、日本の一大事件だから、簡単に片付けたらダメな事件だと思ってる。1回、2回、3回、4回、5回。やる？オウム事件。6回、7回、8回、9回、10回、11、12。じゃあ、オウム事件振り返る枠、みんなが希望するんならやりますけど。どんな気分？みんな。タイトル変えようか。オウム事件を語ろうっていう。90年代初頭から半ばにかけて、あれはね、要はね、時代背景とかもあって、俺はよく言うんだけど、エヴァンゲリオンが流行った構造と、オウム真理教が流行った社会構造っていうのが全く一緒だって考えてんの。お弁当屋もあったね。っていうか、パソコン黎明期の頃に、そう、中古パソコンを流行らせてたのって日本、オウムだからね。じゃあ次枠いきます。お疲れ様でーす。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。